こんばんは、赤月です。今日も元気で大阪城。さっきのね、続きをね、まだちょっと途中でね、切ってしまったんで、さっきの、家族、友人、社会との縁の切り方、2をお送りしたいと思います。ちょっと読んどってね、まだいいことがね、いろいろ書いてあるんでね、それとね、今ちょっと、LINE でね、介護福祉サービスの方と、まあ、専門家さんとちょっとお話ししてたんですよね。こう、耳寄り情報も聞いたんで、まあ、お役に立つこともね、あろうかと思って、その方の、動画も紹介させていただいて、こう、お聞きしたね、内容もお伝えしたいと思います。まず、週刊ポストの、家族、友人、生き方、新提言の縁の切り方ですね。ですね、パート1は済んだんで、パート2も進んだんで、パート2の方でですね、まずですね、年賀状同窓会やめたら楽になった友人関係の友好的な終わらせ方っていうね、パート2が続くわけですよ。黄昏流星群、島耕作シリーズなどで知られる、漫画家の広金健志氏でいいのかな、定年後の生き方として持ち物を半分にしよう運動を実践している。吟味して減らすものの中には友人がある。友人が多い方が豊かな人生だと思っている人は多いのですが、60歳になってからは信頼できる一握りの友人がいればいい。友人をどんどん作りたいという人は別ですが、実は多くの人が友人関係を減らしたいと考えているはずです。そう思っている人たちには思い切って友人を減らすことを勧めます。広金氏が人間関係の断捨離のために最初に着手したのは、年賀状やお中元、お歳暮などのご挨拶だ。友人関係を減らす第一手は年賀状をやめることでした。昔は年に一度、あの人元気にしてるかなと尋ねるのに便利でしたし、お正月に年賀状の束をこたつで見る楽しみもあった。でも今は携帯で一年中連絡できます。年賀状をやめることで切れる関係だったら減らしていい友人だったということでしょう。これは誠に、本当にそうですよね。もう私、会社やってた時はね、やっぱりそういう仕事関係とかね、やっぱり年賀状出さないとしょうがないしね、そういう、障害福祉サービスにしても、お世話になってる間はね、出したりするわけですよ。でも今はそういうのも一切やめましたからね。もうさっぱり、年賀状書かなくていい。だって、よっぽど親しい人には、LINE とか、そんなんでいいし、ね、年賀状いらない。字下手やし。でも字のね、練習はね、したいなと思ってるんですよ。ちょっと古筆のね、練習したいんですよ。こう、般若心経でも書こうかな。なんかそういうの、まあ、続かへんかもわからんけれども、ちょっと字の練習はね、脳梗塞やった時にね、ちょっと、字が書けなくなったんですよ。その字を書く練習もね、しないといけないとはね、今思ってるんですよ。ほんで、次ですね、アドレス帳や名刺も捨てた。近年、LINE 交換や SNS の友達申請をする中高年が増えた。精神科医が教える60歳からの人生を楽しむ孤独力の著者で、精神科医の保坂隆氏は、知り合いを減らすべきと指摘する。孤独な年寄りに、なることを恐れるあまり、シニアになってから友達作りに励む人がいますが、頑張ってしようとすればするほど人は遠ざかっていくものです。むしろ定年退職後は、LINE やアドレス帳の連絡先を減らし、二度と会わないだろうと思った人の名刺は迷わず破棄することを勧めます。本当に交流のある人との付き合いだけ残せばいいのです。だからね、なんか無理してね、こう、名刺ある人にはこうずっと年賀状を送り続けたり、やっぱりナンセンスですよ。まあ、その時の仕事関係とか、まあ、その時実際に会ってる友人関係あんまり年賀状いらんよね。しょっちゅう会ってたら。それもおかしいと思う。LINE でええやん。ね、だからやっぱり不要ですよ。もうどんどん断捨離していくべきだと思います。だから最近こういうね、友人関係、家族関係の断捨離を進めるね、発言をされる方がどんどん増えてきてね、これはいいことだと思います。まあ、人生の悩みの大半はね、まあ、人間関係から始まるのが大半ですからね、その元を立てば悩みもなくなるわけですよ。もうこれは絶対的にお勧めしますよね。それでも老後に友人を減らしても本当に大丈夫なのかと心配する人はいるかもしれない。辻川耳鼻咽喉科の辻川聡院長は、12年から14年にかけて60歳以上の男女約1000人に聞き取り調査をした。
その結果、友達付き合いをしてても幸福度はアップしなかったという。そりゃそうやろ。友人とはいえ、所詮は他人なので、人間関係が煩わしくて幸福度が下がるという人が想像以上に多かった。友達に気を使って自らの気持ちを抑えなくてはならない状況が続くと幸福度は下がります。ほんまそうよ。ほんまそうよ。気遣いのね、もうストレスも、あいつつ言っちゅうのもしんどいしね。もう、会わない人とはどんどんさよならした方がね、いいですよ。友との終わりが新たな幸せを招くこともある。ほんまそうです。次ですね、パート3。町内会、団家、社友会、憂鬱だったらやめられる。ですよね。特に続ける意味を感じないが、やめたら面倒になりそうだからなんとなく続けている。そんなコミュニティがいくつもあるが、その分かりやすい例が町内会だ。ちょっとね、やめるのね、勇気いるけどね。ちょっと陰口も言われるやろしね。ほったらかしてとかね。そもそもそういうこと言われること、そういう組織自体が鬱陶しいわけで、やめて正解です。私、やめて正解。再来年あたり町内会で交通安全担当の役職が回ってきそうなんです。朝夕と地元小学生の通学の見守りをする役割ですが、子どもの相手をするのが苦手で拒否できるかどうかも分からず憂鬱です。60代男性。町内会は義務ですかの著者で、ライターの神谷隆之氏が語る。一般的な町内会では数年に一度役職を担当します。強制的な姿勢で加入を求められる地域もありますが、町内会は任意加入の団体なので拒否することもできます。途中でも辞めますと通告すれば退会できる。あ、でもそうじゃない地域あるのよね、知ってるよ。天理市とかね、問題になってその町内会拒否したら、ゴミが捨てられなくなったとかね、なんだかな、神社のお祭りに参加禁止とかね、なんかいろんなね差別があるところがあるそうです。それ新聞沙汰になったからね、どうなったのか知らんけれども、まあ、大変、田舎に行くほど大変ですよね。まあなかなか抜けられない。なんか N 国みたいな、N 国もなかなか抜けられない。抜けたら一斉に嫌がらせを受ける。まあ、そういう感じですよね。神谷氏は波風を立てない方法はあるという。通告した直後は多少ギスギスするかもしれませんが、その後マナーを守って暮らしていれば不利益はなくなるはずです。ちょっと甘いなと思うけど。日頃の挨拶は行う。特にゴミ出しには細心の注意を払った方がいい。だからゴミ当番とかね、あるからね、それゴミだけ出すのはやっぱりまずいですよ。だからゴミ掃除は当番でなくても、ちょっとした方がいいかな、そういううるさい地域では。うちなんかね、マンションやからね、ゴミ集積場も管理費に含まれてるし、もうドアの中に掘るタイプで24時間いつでも捨て放題なんでね、町内会のゴミ収集者には参加してないのでね、だからマンション住まい楽ですよね。そもそも市のゴミ収集者が取りに来るんじゃないの。そのマンション自体で契約してる民間のゴミの車が取りに来るんでね、楽ですよ。50代、地域の寺と関係を結ぶ檀家も悩みの種だ。まあ、先祖代々のね、お墓があったりしたらね、まあ、なかなかやめづらいですわね。50代男性が言う、父が亡くなって母は施設に入所していますが、困ったのが祖父母の代から続く菩提寺との関係。帰省する機会も少ない私が檀家付き合いを続けるのは負担が大きいです。檀家が改装のために寺から、離檀する場合、離檀料を取られるケースがある。金額は寺が独自に決めるが、10万から50万円が相場とされる。離檀？やめるだけで取ら、何それ。そんな知らんかったわ。だから田舎の親戚とかどうしてんねやろ。ね。僧侶でジャーナリストの鵜飼秀徳氏が語る、田舎の父母がお寺とのお付き合いを積極的にされていた場合、息子さんがそれを引き継がねばならないと考えるかもしれません。ただ前提として檀家の集まりに参加することは義務ではありません。お墓の管理料は当然生じますが、お布施も義務ではありません。一定の節度を保てば最低限の負担で檀家付き合いは続けられるという。最低限必要なのはお寺と連絡を取ることで自身の消息はしっかり伝えるべきです。過去には5年間墓参りをせず、管理料も振り込まなかった方が久しぶりに寺に行ったら墓がなくなっていたという出来事もありました。それはまあ管理料も払わへんかったらね、いやそのなくなったお骨どうしたんやろ、そのお寺の無縁仏に入れられるのかな。すごいな、お墓って自分のもんじゃないんや、やっぱり管理料払わないとね。そうなんや。うちの先祖の墓って、でも、ち
っちゃい村やからね、自分の土地や思うけどね、管理誰もしてる感じないけどね、まあ、親戚の人がしてるんやろうけど、いやその辺わかんないです。かつての上司に誘われたら定年まで勤めていた会社の社友会も重荷になることがある。第一勧業銀行現みずほ銀行出身の作家江上武史氏はこう明かす。僕は OB 会や社友会には参加しません。立職パーティー形式で現職の頭取も出てきますが、我々にとってはただの後輩。あ、頭取も後輩なんやね。そんな人に経済状況などのご考説を聞かされても楽しくもない。定年退職しても職場の上下関係を継続するのは人によって辛いはずです。かつての上司から誘われても用事があるのでと断ればいいという。出世していて OB 会でチヤホヤされるのが好きな人や OB 会の人脈を使って再就職を考えている人は出席するといい。まあ、ご隠居さんになったらね、その仕事とか関係ないですよね。だから本当に自分が付き合いたい人とだけ付き合えばいいんですよ。そんなね、義務感はないってことですよね。過去の組織の中で忘れられるというのは、それはそれで勝手が良いような気がします。縁を切るか切らないかはあなた次第っていうようなね、ことで、終わってます。まあ、なかなかね、いい記事でしたね、週刊ポストさん。割と週刊ポストさん、こう、時たまね、いい記事を出されて、で最前のね介護福祉のチャンネルで名田坂チャージさんとね、なんかLINE のページもあったんでね、ちょっと LINE 申請したらこう友達申請していただいて、ちょっと質問があればいつでもで書いてあったんで質問したらね、それは丁寧にね即お返事くださってね、何回かこう質問させていただいたんですよ。で私もその自己紹介としてね、まあ30歳の重度知的障害者の娘がおって、で私自身は障害者身体障害者4級やけど普通に歩けて、まあ見た目普通で健常者で、まあ、元気ですっていう感じでね、で将来親子でグループホームしてまあしたいんやけれども、まあ、65歳になったらね障害者サービスは使えなくなって介護保険になるのかなっていうことぐらいしかちょっと知らなくてね。で、聞いたわけですよ。例えば令和新選組のね、木村議員なんかすごい重度の重複障害じゃないですか。で、そういう人たちは、障害者福祉が終わると、介護保険になると時間数がね、少なくなるって言ってはったんですよ。あ、それは偉いことやって、障害者福祉の施設、今、ずっとね、会話してもらえるのかと私思ってたわけですよ。で、65歳になったら掘り出されるのって、これは偉いことや、調べなくてはって、今ね、思ってたわけですよ。そうすると、その七坂さんのお返事では、65歳過ぎてもね、24時間介護は可能です。実際に自分がね、介護に入っていたっておっしゃるんです。で、とびっくりしてね。ほんなら、霊神の木村さんが言ってたことは嘘なんって言ったら、いや、嘘というか、知らないんでしょうっていうふうにね、おっしゃってて。だから、これからちょっと勉強させてもらおうと思ってね、後でね、リンク貼っときます。七坂チャージさんのね、ページをね、ご紹介したいと思います。だから、まあ、私は今障害者福祉にお世話になっているけれども、将来まあ私はもう100歳以上まで生きるつもりでいてるんでね、まあ、元気でいつまでも。で娘も65歳ついたら2人で老人介護的なグループホーム行けんのちゃうかな、までちょっと元気すぎたらあかんけどね、まあ、元気のうちは自分でやってたらいいわけやから、まあ弱ってきたらね、100歳ぐらいになったらちょっと弱ってるかもしれんし、で24時間サービス使えるのかどうなんかな思ってね、ちょっと不安になってたんですよ。ご飯私作れる、ずっと100歳過ぎても作れるのかなとかね、で送迎とかできんのかなとか思ってたわけですよ。 そしたら65歳過ぎても障害者サービスと介護サービスを併用できますよって教えてくれはったんですよ。で実際入ってた、それもう初めて知ったんで、と思ってね。ほんなんやって霊神の木村議員が言ってたのはね、ちょっとやっぱり議員やってたらそんな知らんとダメですよね。だから今勉強して知ってはるかどうか分からへんけども、まあ、言ってはったことを鵜呑みにしてはいけないなと。やっぱり専門家のね、方の意見を聞かないと正しい情報は分からないもんやなと思いました。ですからこれからたびたび名田坂チャージさんのね動画にお邪魔してね、ちょっと勉強させていただこうと思います。こちらはね、介護サービスの始め方が趣旨の動画をたくさん上げられているようなんですけれども、
通う方の立場からしてもね、見てたら勉強になることが多いのでね、たまにこう見させていただいてたんですよ。だからこれは65歳過ぎても障害者サービスと介護保険を併用できるということをね、ご存じない方多いんじゃないかなと思って、私だけかなと思ったりね。でも木村議員も知らなかったわけやからね、これはお知らせしなくてはいけないということでお知らせしました。この後ちょっと休憩してからね、ライブ配信します。ライブ配信までにもうずっと動画配信ばっかりしてますけれどもね、もうスカイプ伝達してくれはる人いるかな、まあ、いなかったら私の能登半島キャンプの思い出を語ろうかなと思ってます。だから皆さんも楽しい思い出でも、別にまた N 国批判でも、まあこんなネットであった怖い体験でもね、何でもいいですし、伝達してください。あとね、今が何時や、今が7時やから、まあ7時19分か8時ぐらいにね、ライブ配信したいと思います。で、以上、また暁チャンネルへの登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。では。